白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。今回のテーマです。今回はソフトバンクですね、株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、基準にしているのは9月24日金曜日15時の終値1584円を基準にしています。はい、では株価予想ということなんですけど、まず短期、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、8月31日からまあ上昇傾向ということで、8月31日の株価が1467円ですね。で、9月24日の終値が1584円になっているということです。はい、で、直近1ヶ月は上昇傾向だったということで、合計 7.94% 株価が上がっているということです。はい、で、株価チャートは形としてはもう上昇傾向ということなんですけれども、ただ考えられることとして、株価が1600円を超えると、利益確定の売りが増えるというふうに考えられます。はい、よって、直近1ヶ月に関しては、1600円近辺での上げ下げを繰り返す横ばい傾向となる可能性が高いというふうに見ています。はい、では長期ですね、6ヶ月以降ではどうなのかということを考えていきたいと思います。はい、長期を考える上で改めてソフトバンク株式会社についての学びを深めていきたいと思います。はい、ソフトバンク株式会社はですね、特色、ソフトバンク Y モバイル展開する通信会社、ヤフー、ZOZO などを買収で非通信を拡大ということで、連結事業はコンシューマー、要するに消費者向けの商品サービス提供が売上の 53% ですね。で、法人向けが 13% です。あと、素業ですよね。ソフトバンクっていうのはもともとは会社名の通り、ソフトの流通業から始まっているので、その素業に関連するものっていうのが流通売上の 9% ですね。あとは子会社化したヤフー、売上が 23% になっています。はい、で、PER、プライス・アーニング・レーション、株価収益率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの当期純利益、ということで、1株当たりの当期純利益の何倍の株価になっていますかということで、15.1 倍というふうになっています。1つの大まかな目安としては 16.6 というのが目安になるというふうに認識していますので、やや割安という数字になっているということですね。はい、で、今度は PBR ですね、プライスブックバリューレーシオということで、株価純資産倍率ですね、分子が株価、分母が1株当たりの純資産ということで、1株当たりの、純資産に対して何倍の株価がついているかということですよね。要するに、会計上の帳簿以上に、どれぐらいですね、評価されているのかっていうことですよね。っていったときに、4.9 倍ということで、純資産で比べると、ソフトバンクは、株式市場からすると、優良企業というふうに見られているということです。はい、今度は ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね、分子が当期純利益、分母が純資産です。なので、純資産、表現を変えるならば株主資本ですよね。株主資本をどれぐらい上手に使って、お金を稼いでいますかという、資金の効率性とかお金の使い方の上手さですよね、っていうのの指標になります。これは投資家が非常に重要視している指標の一つで、投資家もいろんな企業に投資する自由というのを持ってるわけですよね。で、どうせ投資するならば、やっぱりお金のですね、自分たちのお金を上手に使ってくれる企業に投資したいというふうに投資家は考えますので、ROE が高い企業というのはお金の使い方が上手な企業ということでですね、投資家が重要視している指標の一つになっているということです。はい、この上のグラフに関しては、青が ROE、リターンオンイクイティになっています。32.4% ということで、15を超えている企業というのは、はっきり言って超優良企業という認識を持っていますので、そういう意味では非常にこう資金効率のいい企業という指標になっているということですよね。じゃあなんでいいのかって言ったら、ソフトバンク株式会社の場合は、この青の ROE はですね、オレンジというか、ちょっと黄色に近いオレンジの財務レバレッジ
値と、その指標がですね、まあ、連動してるんですよね。だから財務レバレッジが高くなると ROE も高くなるという状態になっています。じゃあ財務レバレッジって何ですかって言ったら、これ純資産に対しての総資産の割合ということで、まあ、要するにまあ負債が多くなればなるだけ純資産っていうのは、まあ財務レバレッジですね、財務レバレッジは上がっていくということです。これは日本の投資家と海外の投資家では感覚がだいぶ違うんですけれども、日本の投資家っていうのはどうしてもやっぱり安全性重視なので、まあ、借金が多い企業よりは無借金企業の方がはっきり言って、まあ、投資家は好むんですよね。とにかくこの企業は財務が鉄壁であり安心安定があるという企業を、まあ、日本の個人投資家は好みます。ただ海外の投資家っていうのは、まあ、自分たち株主のお金だけではなくて外部の、資金調達ですよね、まあ、例えば金融機関からの借り入れとか、そういったのも、うまく活用して自分たち以外のお金っていうのも調達した上で、まあ、経営やってくれた方が、まあ、はっきり言ってお金がよりですね、まあ、効率がいいということですよね、まあ、いわゆるお金のテコの原理、レバレッジが効くと、他人資本で、まあ、お金にレバレッジが効くという考え方を取っているので、まあ、それで財務レバレッジっていう指標で、まあ、分解してるんですね。でそうすると、まあ、ソフトバンク株式会社の場合は、まあ、自己資本に対して負債っていうのが非常に多いので、だから、まあ、財務レバレッジっていうのが高いと。で財務レバレッジが高いので結果的に ROE も高いという数字になっています。はい、そして生産性ですね、これは1人当たりの従業員でどれぐらいの営業利益を出していますかという指標ですけれども、まあ、2051万円、1人当たりということですね。で従業員数がですね、まあ、4万7313名ということで、まあ、19年度から20年度で大きく、従業員が増えています。約1万4000人ぐらい増えてるんですけれども、まあ、こちらの方は、まあ、聞いたヤフーの子会社化ですね、ヤフーの子会社化によって、まあ、ヤフーの、決算書っていうのがもう全部、ソフトバンク株式会社に、まあ、連結されているので、まあ、それで従業員数が一気に1万4000人ぐらい増えたということですよね。まあ、それによって、1人当たりの生産性、1人当たりの営業利益っていうのも、まあ、大きく下がったということなんですけど、まあ、下がったとはいえ2051万円ということですよね。従業員4万7313名で1人当たりの売上が1億1000万ですね。で1人当たりの営業利益が2051万円ということなので、やはり1人でですね、結局全員が経費を受け取って、例えば役員報酬とか給料とか賞与ボーナスなどを全部受け取った、その残ってる営業利益で1人当たり2051万円の利益が出てるっていうのは、やっぱり生産性の高い企業だということが言えると思います。はい、ということで、まあ、PER、それから ROE、そして生産性、まあ、こういった数字から考えて、まあ、ソフトバンク株の、株式会社の、株価っていうのは割安であるように見えるということですよね。まあ、PER は若干割安と、で ROE は資金効率はすごくいいと、で生産性は高いということから考えると、まあ、株価は割安であるように見えるということです。はい、にもかかわらず、まあ、今までの株価ですね、2018年12月から約2年9ヶ月ぐらいということですけれども、まあ、2年9ヶ月はっきり言ってこのソフトバンク株式会社の株価は上がったとは言えないということですよね。まあ、上げ下げを繰り返しながら、まあ、2年9ヶ月という期間で見ると、まあ、横ばいっていうのが一番適切な日本語だというふうに思っています。はい、でまあ、これまでの経緯なんですけれども、まず2018年12月21日に、まあ、ソフトバンク株式会社は上場しましたということで、まあ、株の売り出しっていうのが行われたということですよね。まあ、その時にいくらで売り出されたかって言ったら1500円で売り出されたということです。そうした時に初日がですね、売りと買いで行った時に、まあ、売りの方が大きくて買いの方が少なかったんですよね。だから初日からいきなり株価が大きく下がってしまったということで、まあ、初日の終値っていうのが1316円で引けているという状態になっています。なので、まあ、売りは1500円で売りが出てるんですけど、買いが1500円で買いっていうのが出て、まあ、出るのが少なかったんで、だから初日からいきなり株価が下がってスタートしてるんですよね。でまあ、初日に購入した個人投資家っていうのもいっぱいいたわけですよね。まあ、ソフトバンク株式会社っていうのはすごくね、大きな、
案件だったので、すごく事前の注目っていうのも高かったですから、だからまあその初日からソフトバンク株式会社の株を買いたいっていう、まあそういう日本の個人投資家もいっぱいいたわけですけれども、まあその初日に購入した個人投資家っていうのの、まあ大半は含み損からスタートしたということですよね。だから1500円で買った投資家もいれば、1490円で買った投資家もいれば、1450円で買った投資家もいるわけですから、だから当然含み損からスタートした個人投資家が多かったという状態が始まりということです。はい。で、まあ、ソフトバンク株式会社の場合は投資家の内訳で見たときに日本の個人投資家が多いんですね。一番多いのは、まあ、その他法人というふうになっていますけれども、まあ、人数ではなくて持ってる株の割合ですね。持ってる株数で見たときに一番多いのはその他法人ってなってますけれど、これははっきり言って親会社のソフトバンクグループですよね。まあ、ソフトバンクグループが依然として 40% 以上持ってますので、まあ、その他法人イコール実質親会社のソフトバンクグループということです。じゃあ2番目に多いのはって言ったときに、それはその他個人なんですよね。その他個人が2番目に持っていて、ソフトバンク株式会社の約 26% ぐらいっていうのは日本の個人投資家が実は買ってるということです。海外の個人っていうのはほとんど買ってないんですよね、このソフトバンク株式会社っていうのは。だから日本の個人投資家が結局興味関心を持っていてたくさん買ってるのはこのソフトバンク株式会社っていう株になってるということです。当然この売り出しが大きく行われた時に一番買ったのも日本の個人投資家であるという言い方ができると思っています。はい。ということで、日本の個人投資家が含み損からスタートしてるんですよね。そしたら普通の常識的な人間心理として、損を確定させる損切りっていうのはやっぱしたくないんですよね。これは、投資家としての、心理としてどうなのかっていう、ところは、今回は置いといて、普通の常識的な心理としてはこういう心理になりやすいです。自分が意思決定して、投資をするって判断して、投資したわけですよね。でそしたらどんどん株価が下がっていきました。で、含み損になりました、ね、で含み損っていうのをスパーンってこう、損切りできるっていう、投資家もいますけれども、自然な本能的な感情で言うと、損を確定させる損切りっていうのをしたくないっていう方が普通っていうか自然なんですよね。でそうすると含み損のまま持ち続けるという状態になるということです。はい。そして自分が購入した金額まで待つということですよね。自分が1490円で買ったっていうんだったら、なんとか1490円まで回復してほしいとか、っていうことで、自分が購入した金額まで待つという状態になります。で、ずっと含み損っていう期間が1ヶ月2ヶ月3ヶ月ということで続いていくと、株価が回復する期間っていうのを待ってるわけですよね。でそしていざこうね、少しでも超えたと、例えば自分は1490円で買ったって言った時に1491円とか1492円になったということであれば、売ってなんとか利益で終わらせると、要するに含み損を損を切って損切りして損を確定させるんじゃなくて、なんとか自分の投資っていうのをプラスで終わらせようとするっていうことですよね。なので、結局含み損からスタートして、だけど含み損を損で確定させたくないので、売ろうって待ってる人たちがいっぱいいるっていうことです。はい。よって、ソフトバンク株式会社の場合、1400円を超えたら、利益確定の売りが入って株価が下がると、でまた1500円を超えたら利益確定の売りが入って株価が下がる上がるということが今まで続いてきた、繰り返されてきたということですよね。で、結局横ばいっていう状態、結局2年9ヶ月で慣らしてみた場合は、結局上げ下げしながら横ばいだったという状態だったというのが今までということです。はい。では逆に、なぜソフトバンク株式会社の株を買いたいという新規需要っていうのが大きく増えてこなかったのかということですよね。今までの話っていうのは最初のこの上場の時、最初の2018年12月とかで買った人たちの話なんですけど、じゃあこの2年9ヶ月で、じゃあなんでやっぱりソフトバンクすごくいいよねっていうことでね、買いたい欲しいということで新規需要っていうのが大きく増えてこなかったのかということですよね。この新規需要が大きく増えていれば
ば、要するに最初に、最初の初日とか当初、いきなり最初の方で買った人たちよりももっと多くの人たちっていうのがこのソフトバンクっていう株に入ってきていれば、結果的には株価っていうのは2年9ヶ月の間に上がってたわけですけど、実際は売ろう売ろう売ろうって待ってる人たちがいて、入ってきても売られて下がる、入ってきても売られて下がるってことは、結局後から入ってきた需要っていうのはそんなに大きくなかったっていうか強くなかったってことですよね。なので、じゃあなんでソフトバンク株式会社を買いたいという新規需要っていうのが、そのね、最初に買った人たちを大きく上回るほど増えてこなかったのかっていうことなんですけど、まあ、これは理由に関してはもう借金だというふうに思います。要するにソフトバンク株式会社っていうのは借金の割合が多い企業だっていうことなんですよね。はい、ということで、まあ、負債比率ですよね。2017年3月に関しては負債比率が 67% です。で、次の、2018年3月に関しては 83.3% ですね。その後は、まあ、負債比率は上がったり下がったりなんですけれども、まあ一番直近の2021年3月期の時点でも、まあ、77% ぐらいは実際は負債ということです。要するに総資産の 77% が負債ですよね。まあ、自己資本は、まあ、22% 強っていう状態になっているということです。まあ、これ海外の投資家であればまた、だいぶ評価が違うと思うんですけど、まあ日本、このソフトバンク株式会社って海外の個人投資家ってあんまり買ってないんですよね。日本の個人投資家に、まあ、注目がある、企業株なので、まあ、日本の個人投資家ってあんまりこういう企業っていうのは積極的に選びたがらないということですよね。それは繰り返しになるんですけど、借金に対しての解釈が違うということです。海外の投資家であれば借金っていうのは他人資本をうまく調達して資金にレバレッジをかけてるっていう解釈をする投資家もいるんですけど、日本の投資家の場合ははっきり言って怖いっていうふうに思うんですよね。これ倒産するんじゃないのというふうに感じる投資家っていうのもやっぱり多いということです。はい、なので、まあ、個人投資家からすると株の値上がり期待よりも、まあ、企業の倒産リスクの方が正直怖いということですよね。あの、負債比率を見てしまうと。よって、まあ、今までは、まあ、最初に購入した投資家は利益確定の売りで待ち続けているのに対して、まあ、倒産リスクが怖いので新規需要というのはなかなか増えないという状態が続いたということですよね。はい、で結果横ばいっていうのが、まあ、今までの結果だったということです。はい、で、まあ、ソフトバンク株式会社は、まあ、高収益企業なので、まあ、なんだかんだ言って毎年利益で9000億円ぐらい出している企業ですから、ね、なので、まあ、はっきり言ってね、その借金ですよね、まあ、3兆円4兆円っていう借金っていうのは、まあ、数年で返していけたとしても、まあ、不思議ではないんですよね。はっきり言ってこう営業利益とか経常利益とかっていうのはすごく数字がいいですから、ソフトバンク株式会社は高収益企業なので、まあ、出た利益でどんどん借金を返していけば、要するに繰上返済ですよね、数年で高財務企業になっていきそうにも見えるということなんですけれども、まあ、今までのソフトバンク株式会社っていうのは、まあ、安定よりも成長を重視し続けていた企業ということで、とにかく成長成長成長というのをまあ、重視していたということですよね。まあ、借金返済よりも成長資金っていうのを重要視していた企業であったっていうのが一つです。そしてもう一つなんですけれども、配当性向ですね。結局最終利益、企業が出す最終利益、当期純利益をじゃあどういうふうにまあするかっていう使い方ですよね。まあ、分配の仕方って言ってもいいかもしれませんけれども、それってやっぱ企業によってだいぶ考え方が違うわけです、ね、配当なしで無配っていう考え方もありますよね。要するにもう全額企業の将来への成長投資に使うんで、だから無配、だから株主には配当では還元しない、その代わりとにかく全額再投資することによって企業価値を上げて株価を上げて、そして上昇益ですよね、まあ、含み益とか売却益っていうのを株主に取ってもらうっていう、まあ、そういう株主還元っていう考え方を取る企業もあります。それに対してもうね、とにかく配当成功を上げて上げて上げて、もうとにかく配当っていう形で株主還元をするという企業もあるわけですよね。もちろんその 50%50% みたいな感じで、ね、半分は配当でお返ししますけども、半分は企業
場で内部留保したり、将来の成長に再投資しますみたいな、まあ、考え方もあります。これはもう企業によってその企業の経営陣の考え方次第というところがあるんですけれども、まあ、配当成功 82.6% ってことは、まあ、結局もうほとんど配当で株主に返してしまっているという状態なんですよね。だからまあソフトバンク株式会社自体は、まあ、例えば 17.4% しかまあ利益を積み立てることができないという状態になるわけです。でしかも今までその 17.4% のまあ利益剰余金って言ったとしても、それは将来の成長ということで、ソフトバンク株式会社っていうのはその、ね、情報革命で人々を幸せにっていう理念でやってますから、だからまあ結局その 17.4% の利益剰余金の積み立てに関しても将来への成長で再投資ということにしていって来ていたので、だからまあ借金の繰り上げ返済に回せるような余剰資金っていうのがなかなか増やせなかったということですよね。まあ、利益結局まあソフトバンク株式会社って営業利益で9000億円以上出してるわけですけれども、ね、利益剰余金とか1年で600億ぐらいしか増えてなかったりするんですよね。だからなかなかそのね、本当に何兆円と、ね、例えば5兆円とか売って9000億円ぐらい営業利益出しても1年で600億円ぐらいぐらいしか利益剰余金が積み立てられないという状態になると、まあ、借金の繰り上げ返済に回せるような余裕資金というのをなかなか増やすことができなかったということですよね。なので今まで成長成長成長というのは実際は借金借金借金でまあ成長をしてきたということです。ただし、まあ、今までとこれからっていうのは必ずしも同じであり続けるとは限らないということです。もちろん同じである可能性もあるんですけれども、必ずしも同じであり続けるとは限らないということです。でこれからっていうのはまあ変わっていく可能性もあるということですよね。はい。でまあなぜならということで、ソフトバンク株式会社っていうのは今後数年間のうちに少しずつ少しずつ企業体質が変わっていくんじゃないかっていうふうに感じています。その理由としては、まあ、社長がですね2021年、まあ、つまり今年4月より変わってるということですよね。やっぱ企業っていうのは、まあ、例えばソフトバンクとかっていうのは本当に4万人以上という人たちが働いている、まあ、企業グループですけれども、まあね、4万人の人たちの影響っていうのがそれぞれ、まあ、あるわけじゃないんですよね。やっぱ企業っていうのは社長ですよね。意思決定する社長っていうのが、まあ、どういう社長なのか、どういう判断基準でその企業を経営していくのかっていうのがやっぱりすごく影響が大きいわけです。だから社長が変わると企業っていうのは変わる可能性があるんですよね。でソフトバンク株式会社の場合は社長が変わったわけです。今5ヶ月っていうことですけど、今後数年でこの新社長の影響っていうのがかなり出てくる可能性があるということですよね。はい。この宮川社長という新しい新社長が2021年4月よりこうご就任されているということなんですけど、この方はずっと技術でやってらっしゃった方なんですよね。だからソフトバンクに関しても CTO というチーフテクノロジーオフィサーということで、技術担当の役員ということで、技術に関してものすごい知識と技能を持っていらっしゃる方が新しい新社長になっていらっしゃるということです。はい。技術系の社長だということですよね。まあ、社長っていろんな社長がいらっしゃいますよね。まあ、今回の宮川社長みたいな技術系の方もいれば、総務とか人事系の、まあね、要するにこう人間関係とか組織とか、そういったところにすごく強い社長もいれば、もしくはね製造系ですよね、の社長もいれば、まあ、営業ですよね、もう売るというのにすごく強い社長もいたりします。まあ、それぞれ社長っていうのはね、それぞれ経歴があったりするわけですけれども、ソフトバンク株式会社の場合は技術系の社長が、まあ、今回の新社長になっているということですよね。もちろん5ヶ月で企業体質が、ね、4万人以上のグループ企業の体質が変わるということはないですけれども、今後数年で少しずつこう企業体質がこの社長の気質で変わっていく可能性があるというふうに感じています。はい。いわばまあ職人気質を持っている方だということですよね。ってなると職人気質の企業に少しずつこう、ね、寄っていく可能性があるということです。はい。でまあ、判断基準ですよね。こう宮川社長が持ってらっしゃる経営陣としても経営者として持っている判断基準は持続可能性という判断基準を持っていらっしゃるということです。はい。通信事業者としての使命ということで、当社は瞬間瞬間の利益を追いかける企業ではありませんと、したがってサステナブル、つまり持続可能性ということですよね。
サステナブル、持続可能性の視点で判断し、通信事業者としての競争力を高める戦略と、新たな社会課題を解決するプラットフォーマーの道を広げる戦略の両面で、抜かりなく技術戦略を展開していきますというふうにおっしゃっているということです。はい、そして安心安全を安定的に提供するということで、今や通信サービスは社会に必要不可欠のライフラインとなりました。そのインフラを提供する通信事業者の責務として安心安全な通信サービスを安定的に提供し、通信インフラのあるべき姿を追求していきますということですよね。まあ、この宮川社長はすごく思いが強いというか、2011年の東北大震災の時にですね、被災地の復旧に当たった時に、ね、ソフトバンクがつながらないということがあって、ものすごい悔しい体験をされたということで、もう二度とね、なんかそういう大事な時に自分たちの、ね、通信がつながらないっていうようなことをさせないという、まあ、強い思いを持っていらっしゃる方だということです。はい、そして、まあ、ソフトバンクと KDDI ははっきり言って競合関係なんですけれども、合弁企業を設立して、まあ、日本に 5G ネットワークを整備するということで、まあ、協力を始めているということですよね。 5G ネットワーク全国整備すべく KDDI と合弁会社 5G ジャパンを設立したということです。はい、とにかく、まあね、なすべきことっていうのは 5G ネットワークの整備ということで、当社ソフトバンクが今なすべきことは 5G ネットワークを早期に整備し、日本の産業育成や地方創生、国土強靭化に貢献することということで、ちょっとやっぱりね、ソフトバンクももうさすがにね、これだけの企業規模の企業になってきたということで、かなりこう社会貢献性が強い、まあ要素っていうのが、まあ実際こうね、新社長の文章に、まあね、にじみ出てきているというふうに感じています。はい、でまあ、新技術の開発で経費削減ということで、まあ、今までだったらどっちかって言ったらソフトバンクは成長成長成長、そのために資金が必要だったら借金借金借金っていうのが今までのソフトバンクだったわけですけれども、まあ、少しやっぱりこう変わり始めているということで、じゃあ 5G っていうのを日本全体に広げていくといった時に、まあ、ちょっと上から3行目の真ん中ぐらいからですね、はい、4行目からいきます。上から4行目、開発した施工方法や専用の器具を使用することで、従来の工法では平均6日かかっていた工期を約2時間へ大幅に短縮することが可能になったと。今まで6日かかってたのを2時間でできるようになりましたと。それで施工コストも大きく削減できますということで、こういう新技術の開発っていうのももう成功させているということですよね。こういったのっていうのはやっぱり技術が分かる、実際に技術の現場からですね、ずっと技術系で昇級昇進をしてきた方じゃないと、なかなかこういったところに視点っていうのは向きにくいわけですけれども、実際ソフトバンクはね、こういった、一番なすべきことは 5G ネットワークを日本に整備することなんだけど、でもそれは新技術によってやっていくと、それによって結果的には大きく経費削減もできるんだというようなことも発表しているということですね。はい、なので、今までのソフトバンクっていうのはもう完全に安定より成長ということで、ほとんど安定っていうのは多分意識してなかった企業だと思うんですよね。もちろん各成長成長成長、そのために資金が必要っていうんだったら借金借金借金という企業だったということです。ただ、今後変化の可能性ですよね。これあくまでも可能性です。 100% 変わるかどうかは分からないですけれども、その可能性の目っていうのは出てるんじゃないかということで、今後の可能性として、安定の方により重視が行われるんじゃないかということです。もちろんグループ会社の中にはね、ヤフーとか LINE とか ZOZO とかありますから、当然成長は成長で追いかけていくんだと思うんですけれども、このソフトバンク株式会社のやっぱりなんだかんだ言って売上の3分の2はやっぱり通信なんですよね。なので、個人向け法人向けでとにかく通信、携帯もしくはそのインターネット環境をとにかく提供するっていう、やっぱり通信がやっぱり一番中心なわけです。で、通信でやっぱり国民が求めていることっていうのはとにかく安定っていうことですよね。なんか繋がらないんだけどとかっていうのは、ものすごい多くの人とか法人に、多大な迷惑をかけるわけですから、だからやっぱそれはやっぱ安心安定を、提供するっていう、そういう社会的な責任っていうのを、ソフトバンクがすごく強く感じているので、安定っていうのをすごくね、その親会社っていうか、そのヤフーとか LINE とか ZOZO の親会社のソフトバンク株式会社としては、安定っていうのを今まで
まで以上に強く意識して実際それが数字に出ていくんじゃないかというふうに感じているということです。はい、ネット環境という社会インフラを提供する企業として、経費削減しながら安定成長ですよね。だからとにかくこう短期的な目の前の収益最大化というよりは毎年毎年確かなサービスを提供しながら着実に成長していく、そういう安定成長の企業に変わっていくんじゃないかというふうに感じています。もちろんまだね、新社長が就任して5ヶ月なんでまだね、数字にはそれがはっきりとは出てないですけれども、それが数年っていう単位で見たら、そういう社長の気質が企業の体質っていう形で数字にも出てくるんじゃないかというふうに思っています。はい、で日本で通信インフラを提供できるのは最大でも4社ということで、NTT、KDDI、ソフトバンク、楽天も最大でも4社というふうに感じています。もちろん MVNO っていうね、通信回線を借りて通信をですね、サービスとして売る代理店みたいな企業はいっぱいあると思うんですけど、実際その元ですよね、大元を提供することができる企業っていうのは最大でも4社だというふうに認識しています。なんでかっていうと、まず一つは総務省からの電波割り当てっていうのがすごい大きなハードルになってるんですよね。許認可をとにかく得ないといけないっていうのが大きいのが一つです。でもう一つは、仮に許認可を得ることができたとしても、実際日本全国でですね、その通信がつながるっていう状態にするには、数兆円という巨額の設備投資が必要になるということですよね。KDDI は今まで約 5.6 兆円、ソフトバンクも約 3.5 兆円ぐらい今まで設備投資してますけれども、どんなに少なくてもやっぱり数兆というお金が日本全国で、どこでもネットがつながるっていう状態にするためにやっぱり投資が必要になるということですよね。だから総務省からの許認可を得て、なおかつ数兆円っていう設備投資を行って通信をやるということになると、この通信事業というのは参入障壁があまりに高すぎるということですよね。じゃあ私たちも通信やりたいですっていうのは非常に難しいということです。なので、今後で5社目6社目の通信事業っていう新規参入っていうのはまず考えられないということですよね。だから最大で4社ということです。はい、よって長期的には伸び続けていくということは、新規参入が増えないってことは、供給が増えないってことですから、ってなったら、需要ははっきり言って増えますよね。ね、需要は、ネットはこれから伸びますか伸びませんかと、 5G は今から伸びますか伸びませんかと、AR、VR は今から伸びますか伸びませんかと、 IoT、AI、人工知能は今から伸びますか伸びませんか、それは伸びますよね、確実に。なので、結局その提供する供給側は増えないと、でも需要は確実に増えていくわけですよ。やっぱりネットを使いたいっていう人は増えるし、ネット関係のネットサービスを、受けたいっていう人は増えるし、ということで考えると、需要と供給から考えてほぼ伸びることが確実な企業というふうに思います。はい、もし長期的には借金による倒産リスクが大きくならないと仮定したならばですよね。ソフトバンク株式会社の投資っていうのは日本の個人投資家がすごく注目している企業なので、で日本の個人投資家っていうのはやっぱりね、借金っていうのは気になるんですよね。その値上がり益よりも実際企業の倒産リスクの方がどうしても気になるので、だからソフトバンクがこれまでと同様にずっと借り入れ借り入れ借り入れってなると、なかなか株価っていうのも上がっていかないと思うんですけど、落ち着いてですよね。要するに経費削減で高成長ではなかったとしても、高収益、経費削減によって利益率が上がってみたいな感じで、高収益企業ということで、ある程度いい意味で落ち着いていったならば、PER ですよね、日本平均からするとやや割安、ROE は高い、生産性も高い、こういったことから考えて、ソフトバンク株式会社は割安というふうに考えます。営業利益は今9000億超えてますけれども、目標の1兆円というのを達成し、その後ですね、来期以降で1000億という形で、順調に営業利益というのを増やし続けていけば、企業価値である株価ですよね。株価というのは企業価値を割る発行済み株式総数が株価なので、企業価値、営業利益がどんどん増えていけば、当然株価も上昇し続けていく可能性が高いというふうに見ています。
はい、ということで、まあ、株価予想をまとめると、まあ、短期に関しては上昇傾向ですが、まあ、利益確定の売りが出るというふうに考えます。今後1ヶ月は横ばいが続く可能性が高いということですね。で、長期に関しては社長交代によって、まあ、安定成長へ変わっていく可能性があるということで、まあ、利益成長とともに株価も上昇していく可能性が高いということですよね。はい、ゆえに短期的には横ばい、長期的には上昇というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマはソフトバンク株式会社、株価予想ということなんですけれども、まあ、1584円がですね、1600円近辺で上げ下げを繰り返しながら上がったら、1655円まで到達していくんじゃないかというふうに予想したいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。